自分がなんかやりたいことを見つけるじゃない。これやりたいって。でね、それを見つけたら、まず最初はそれに名前をつけない方がいいっていう考えについてお話したいんですよ。例えばね、もしね、自分が自分のお話を通して人を幸せにしたい、笑わせたい、ね、っていう思いはあったら、それはそのままにしといた方がいいのね。で、よくあるパターンは、例えば自分の話で人を幸せにしたいんだったら、あ、じゃあこれは芸人なんだって言って芸人って決めちゃうわけよ。で、どうなるかっていうと、今度芸人として成功しようとするわけよね。最初は人を、自分の話を通して人を幸せにしたいっていうところにフォーカスしてたのが、今度芸人として認められるっていうことにフォーカスが変わっちゃうわけよ。で、芸人として認められるってなると、今度やっぱりその芸能事務所に目指さないといけない、テレビ番組に出ないといけない、で、一回出たらやったっていうところが、いやいやいや、もっと出ないといけないっていう感じで、その芸人として成功するっていう条件があまりにも遠すぎるわけよ。でも自分の話で人を幸せにしたいっていうことをゴールにしてたら、例えばイノベーションとか、いい、その芸人になろうって思ってる人には入らないようなひらめきが来るわけよ。で、すぐ生活につなげることもできるかもしれないんだよ。例えば自分の話で人を幸せにしたいって言ったら、今度看護ホームとか、自分の話、自分のターゲで人を笑わせたいって言ったら、すごいじゃん、ね、年寄りの方、ね、これまで人生で頑張ってきた人たちを自分の話で幸せにしたいんですって言ったら、すげえいいじゃん。で、みんなも応援しやすいじゃん。なんか病院に行って子供たちがね、癌になってる子供たちを自分の話をして、ね、なんか笑顔を持ってもらいたい、幸せになってもらいたい、きつい人生を今日一瞬だけでも幸せになってもらいたいって言ったら、もうすごいじゃん。で、逆にそれすぐウェブサイト作ってできるっていう話じゃん。でもこれを普通の考えの形にしちゃうと、芸人になって、ね、芸人になりたいんだって言ったら、まず芸人事務所に入れよっていう話じゃん。ね。で、事務所で頑張って、テレビの道しかやっちゃいけない。で、成功した後に病院で話していいよとか、そういう話になるじゃん。ね。ミュージシャンもそうだよね。音楽を通して人をスマイルさせたい。ね。音楽って、今のやり方だったらもう本当にアルバム作って武道館を目指して、そのライブイベントにみんなを呼ぶ、そういう道がスタンダードになってるから、どうしてもそれをやろうとなってきて、今度それができなかったら自分がダメなんだ、もっと頑張らないとっていうことになる。で、本当やりたいことは音楽を弾いて人を幸せにしたいんだけど、フォーカスしてることがどうやって来週のライブハウスに20人入れないといけないんだ、どうやって今月中に100人をライブイベントに行けないといけないんだ。で、この間テレビ見てたら、今月中に100人ライブイベント集まんなかったら僕歌手として諦めますって言ってる人がいたんだよ。そうで、ちょうど友達が音楽プロダクションのプロで、そう考えちゃいけないよクリスって言ってたんだよね。僕もまさにそうだと思うの。で、その何人が人が入ったら成功なんだって、ね、芸能プロダクションに入って芸人としてやっていくんだったら、テレビ1回出たら成功なんだ、10回出たら成功なんだ、今度10回出てもお金がなくなって、お金もっともらわないと成功ならないとか、そういう自分の成功の現状を書くんじゃない、やることにフォーカスする。なので、まず最初は形にしない方がいいかもしれない、ね、そういうポイントが今日ちょっとシェアしたかったので、それです。Alright! なんか質問があったらいつでも公式 LINE アットクリスにメッセージを送ってください。結構今メッセージ来てて、熱くお答えさせていただいております。で、ちょっと返事をするまでには時間はかかるかもしれないんだけど、それだけは本当に申し訳ございません。Alright! で、セミナーとかもやってるんで、本当にもう月曜日の朝、仕事、イエー!今日やれるんだみたいな感情、本当に仕事、毎日が唯一で辛い。もうやりたいことも
分からないし、でもこれじゃないで、これなんて10年間20年間やるっていう想像するだけで落ち込んじゃうっていう状態から抜け出したいんだったら、ぜひビジョンプログラムっていうのがありますので、それをやって自分が何をやったら本当に生活になって幸せになって、それでスキルになってからお金も得ることができて、もう本当に幸せに生きていくっていうことができる、仕事が大好きになる、やりたいことを仕事にしてるから、あなたにしかできないこと、それがあります、それが待ってるんで、ぜひそれやりたいんだったら、ぜひ僕のサイトビジョンプログラムも見てください。 Alright, thank you so much for checking out the video, and I'll see you next time. ありがとう。 I love you guys.